あれ？ケイジと？え？始まってる？始まってる？あ、ね。ケイジと？チエと？サトシと？レイコの？レインボーシャーズ TV！ イエーイ！発売の発売。なんかすごい、平均化した発売かな。そっか、俺らの出力が。今日はあの徳島県の美馬市に来ていて、あのライスシャワーズの2人です。お久しぶりです。もともとね、まあ、宮古に住んでて、うん、まあ家族ぐるみでね、うん、あのお付き合いしていて、うん、エジプト行ったりね、うん、北海道行ったり、うん、ね、横断しましたね。横断四国も来たよね。四国も来た。そう、石槌さ、うん、雪登って雪山を子供をおぶりながらダッシュみたいな。アイゼン帰りでね。アイゼン、もうそう懐かしいね。そんな二人がね、うん、あのまず四国にでも移住したきっかけって何だったんだっけ？うん、そうですね。だから僕らも宮古島の、うんうん、まあ、宮古島にね住んでた時は、うん、ほぼ護身寺の日々だったんですけど、うん、まあなんかそれがですね、うん、まあ、一通り終わったら、うん、なんか急に宮古島出ないといけないことになって。うん、そうで、なんか長野の戸隠神社にお参りした時に、うん、鍵は渡したぞって言われて、うん、そしたら電話がかかってきて、うん、住んでる家の親さんが出て行ってくれみたいな、うん、すごい、うん、ね、うん、指令が来たんだ。そうそう、出て行ってゾワッと来たね。ね、うん、それで上の精錬にね、うん、どこ住みたいのって言って日本地図を出したら、うんうん、ので阿波市、徳島を指して、で家探しに来た。そうそう、どこまでどこまでお任せなんじゃっていう、そこら辺の直感を信じるレベルをはるかに、もうそれはもうレンちゃんだったよ、精錬に。そうだね。でも結局ね、うん、宮古島でも安徳天皇のことしたし、うん、来てみたら剣山も安徳天皇っていうか平家のゆかりだったり、うん、なんか結局縁がね、そうそう、でもなんかね、その家を決める直前に本当に、うん、西表、西表じゃないね、石垣か、石垣島から北海道まで縦断してたのね、うん、まあ、四国は行ってなかったんだけど、だからなんかこう一回こうさーっとこう日本鳴らした、こう、そうそう、全部見た、これこうなぞった感じ、うん、でここって感じだったから、なんとなくね勘がすごい冴えてたっていうか、こうあんまり本当にいいのかなとか全くなかった。あ、なるほど、ね、もう、うん、絶対大丈夫っていうのは、うん、もうあって、うんうん、そうそう、バッチリでした、ね、バッチリ、うん、しかも、うん、そうそう、あ、もう一個言ってね、うん、そう、一緒に行った北海道のね、うん、あの、うん、アイヌのアシリレラさんのところで、うん、お遍路の逆打ちをしろっていうのを覚えてる。そっかそっかそっか、うんうん、で、その時に言われて、うん、いや、僕らその時ね、宮古島住んでたから、うん、どうやって行くのみたいな、うん、と思ってたんだけど、うん、蓋を開けてみて、僕ら徳島ここ住み始めたら、うん、なんと、88番の一番近くなんですよ、うん、だからお寺のね、お寺、そうそう、え、そうそうそう、ここ一番近いお寺が88番目のお寺、きとんね。で、山頂が別格二重霊場の20番だから、うん、この山のね、今山にいるんですけど、うん、山頂が二重霊場の20番で、一番近いお遍路のお寺が88番の大久保寺なんで、うん、だから逆打ちするにはもう最適、もうスタートスタートしてに住んでる、うん、そうなんですね。だからもう完璧な位置っていうか、うんうん、そうそう、やっぱ昨日もだから、そのすっごい今徳島ね、うん、めっちゃスポット当てられていて、うん、いや、だありとあらゆる神社の元宮は、うん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 、徳島にすっごい集中してるわけ。大神神社とかもね、うん、そうね、そうだし、で、ここすごいとこなんだって、美馬って、う
そうなの、山大国。そう、国。うん、そうです。すごい、え、もう美馬ってもうピンポイントですごいっていう話をしたけど、詳しくは忘れたけど、うん、すごいとこってことだけは覚えていて、それ伝わる。すごい、ね、その人も、あ、なるほどね、美馬ねって言うとったの、うん、分かっとんやろねっていう、うん、で、もう88カ所の、うん、回った、まあその逆打ちで、うん、まあその一気にとか歩いてじゃないけど、子供がいるから、うん、まあ車でだけど、うん、何回かに分けて、何日かに分けて回りました。うん、どうやった？そうね、楽しかった、なんかそうそう、まあなんかどこ、なんていうかな、場所によってすげえなってとこと、うん、なんか3つぐらいポンポンポンって軽い感じで行くとこと、うん、まあある感じではあったけど、うん、面白かったね。88カ所だもんね、うん、大変よね。そうそう、でもなんかやっぱね、言ってたのが、うん、急ぐと喧嘩になるんだよね、うん、あ、2人2人で、うん、だから進まないわけ、うん、もうなる、とにかくこうたっぷり、うん、時間たっぷり使う感じで行こうねってやると、うん、結構1日で5箇所ぐらいポンポンポンで行けたりとか、最速なんだ、最速だったっていう記憶かな、うん、あ、慌てたら揉める、慌てたら揉める、うん、ってのはあったかな。結構最近でも、ね、2人も喧嘩、結構阿蘇の爆発ぐらいの威力。いや結構ね、サトシのね、うん、防御力が上がってきてるから、ね、もうあ、防御もう、いや防御で、うんね、うん、もう全然何が来ようが平気っていう感じになって、むしろ上回ってるね、うんうん、そうそうそう、もう平気なんだよね。前はね結構溝落ちにえぐられるようなってなってたんだけど、もう割とピシッて、うん、平気だね。で、まあ、だから、うん、要はさ、すげえ痛いの食らっちゃうと、うん、言い返さないと、うん、もうこっちが持たないみたいな感じになってたけど、うん、最近それがないから割ともう、うん、うまくね、平均化の賜物、ね、あー、そうそうそう、サトシ君はね、あの平均化体操っていうのやって今もその平均化体操みんなでした後で、した後ね、ちょっとこれすごい面白いよね、うん、そう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 、うん、まあ、そうそう、平均化訓練のじゃあ説明をしようか、うん、3分でね、そう、平均化訓練っていうのがあって、まあ、それはですね、そう、まあ、全身の筋肉をくまなく連動させるための訓練、稽古方法なんですけど、みんなこう日常の中で 無意識に、無意識の偏り運動、偏り緊張したまま運動してたりします。で、それはだから自覚してない癖みたいなもので、で、この過剰に使っているとこ、体の中で過剰に使っている場所と眠らしている場所があって、この眠らしている場所を、使うことによって、これまで使いすぎてたところが休まることができる。で、それによって全身くまなく連動した状態になることができるっていう、まあ、運動方法で、まあ、それを僕ももうかれこれね10年ぐらいやってるんですよ、うん、あー、そっか、そうで、すごくシンプルなんですけど、うん、まあ、やってく、もう全然飽きない、飽きなくて、うん、もうやればやるほど体が深まっていく、全身が連動した状態になっていくっていう、うん、まあ、体操なんですけど、うん、まあ、それをね、ライフワークとしてやってて、うん、まあ、で、そうそう、まあ、そうな、機会があるたんびに、うん、まあ、人を輪を作って、うん、みんなでやってます、うん、久しぶりにね。いや、でもね、習って俺らも、うんうん、まあ、前はやってたりして、うんうん、でも久しぶりやった時、うん、なんかやっぱ平均化されてた、サトシがっていう、まず人間として、うんうん、結構欠けてるとこをグリッと欠けてたりしたじゃん。ね、そこだから、そこをパンチされたらもう。もう全然ダメみたいなところがやっぱ丸くなってきてるだいぶね、こう、いや、そのね、うん、その最近ですね、うん、腰からのデトックスがすごくて、うん、すっげえ、まあ、アトピーもうかなりひどいアトピーになったんです、うん、で、まあ、だいぶ治ってきたんだけど、うん、まあ、それが言ったら僕が、うん、
自分のこの表現活動をするのを止めている呪縛みたいなものが、うん、あの仙骨のとこにグワーってあったの、もう毒が。だから自分が毒がもう本当にね、えげつないものがもう地獄絵図みたいなエネルギーがここに溜まってたわけで、それが自分を止めてたんだけど、それがブワッと出て皮膚に出たら、今度なんていうかな、皮膚が大変なんだけど、なんか自分がこう何かものを作ろうとか人と話そうとかするときに全然止めるものがなくなって、すっごい早くなったっていうのが今起きてるので。なるほど。そうそう、あでも感じるかもそれ、うん、か軽さっていうか、うんうん、なんか前ちょっとなんかするときうって、うん、なんか、うん、うってなんかあったよね。あったあったあった。そうそうそう、うん、それがねどうしても取れなかったんだけど、うん、最近それがようやく取れてきた、ね、そう。でもね本当にね、うん、皮膚の中にこう鎌が何万個も埋まってるみたいな感じ。怖い。いや本当ちょっとグロいけど、うん、いや本当に言ったらありとあらゆる人間が生み出した武器が僕のお尻の中にこう埋め立てられ、なんていうか、ゴミの埋め立てみたいに入ってる感覚なんです。それが下から突き上げられてくる感じなんですよ。だから刃物だから肉がこう、まあ、切れて痛いみたいな感じで、それをエネルギー的にこう取るっていうのを、まあ、その普通にあの野草を使って要するに自然療法で取るっていうのもやったし、エネルギー的に取るのもやったし、いろんなありとやれることやったらだん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 取れてきて、うん、今もかなりちっちゃくなってるんだけど、うんうん、いやそうそう。だからそのアマゾンのシャーマンの方に、うんうん、サトシの体液のほとんどは象だって言われてた、うんうん、半分でね、増してた増してた、嫁が増してただけど、なんかそれが一気に外に出てんねや、意味が分かった ね、うん、そっか、そう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 。だから苦っていう感じ、うん、あの要するに、うん、今日もまあ平均化でさ、うん、あの平均化やっててスーって力が出ればいいんだけど、うん、肘でクッて止める感じ、行かせねえぞみたいな、うん、そういうのが、まあ、ある意味ゾウっていうか、ゾウっていう、それもでもあるかもしれない。いやそれがゾウなんで、ある意味それをもう、うん、要するにもう観念して、うん、ゾウを出したら出しちゃうわけ、うんうん、もうでそれ出してってやっていくと、うん、あの流れてくるから、うんうん、そうそうそう、そう、あだからやっぱさ俺本当思ったんだけど、まあ、体で出すと、まあ、この自分のねこう眠っている感情も出てくるじゃん、このね、嬉しいはいいけど悲しいは絶対感じたくないっていう、この悲しみを使っていない自分とかいるよね、嬉しいとこばっかりで、でもそれも出ちゃうよね、結局体ボディでそうだと思う。やるから、うんうんうん、ですっごい骨も痛くなってたわけ、その、いや、うん、そうそう、明らかに骨にそのなんだろうこびりついてる像が、うん、そうで思った、あの要は皮膚に表面化してるやつはまだいいんだけど、うん、骨に入ってるやつって、うん、まあ出たらパソコンのデータの圧縮みたいな感じで、要するにこれぐらいの像をグッてこれぐらいにして骨に入れてあるわけよ。だから骨がちょっとボワンってした感じがするんだけど、それって要は圧縮されてるから量がえげつないわけ。しかも普通さ生きてたら解毒って行われるじゃないですか。でも家の片付けとかでもやってて、あのすぐ捨てれるものとなんか捨てれないものが溜まってくのって経験あるでしょ。そのなんかいろんな理由でなんか捨てれない小さなものの集まりが圧縮されて入ってるから、一個一個捨て方が違うわけ。だからあの普通にしてたらデトックスされないから残ってるわけで、それが圧縮されて残ってる。だからそれをちゃんと自覚してやらないと、そうこういうものって、まあ、例えばだから不治の病と言われてるものとかに自分でアプローチするとき、そのことを分かってないとうまくいかないなと思って、そうそうそう、骨を洗うっていう、そう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 、沖縄はさ仙骨ってあるでしょ、だけどこう生きてる今のこのシフトしていく段階で骨を洗う必要があるねっていう話で、でもあれもだから要は先祖っていうか自分の親とか先祖が亡くなった時に
取り出して、そう取り出して、うん、まあ、骨を洗うっていう習慣なんだけど、うん、要するに先祖だからさ肉体でつながってるじゃない、うんうん、で一族でその先祖の骨を具体的に洗うってことで、うんうん、その一族が持ってる呪縛というか、うんうん、その骨にこびりついてるものを洗えるチャンスじゃないですか、うん、直接触れるから、うんうんうん、だから、なるほどね、だから習慣としてあったんだなって今日分かって、うんうん、そうで今日分かった、今日分かった、それは今日分かったんだけど、うん、でもやっぱ骨を洗う、まあそのね、うん、ワークでもさ、うん、天からの金色の光で骨を洗うっていうのがあるんだけど、とにかく骨を洗わないと、うん、そのすげえよだから、うんうん、でもそれはね やっていけば確実に変わってくること、うん、軽くなる、それは最近もずっとやってる、だから腰はすごい軽くなった、あ、重かった前は、うん、という感じです、うん、でも実際まあ会ってね、うん、話した感じ、あ軽くなった、うん、ゾウだったんだ、ゾウ、ね、ゾウを、はい、感じ取ってたみたいな、ゾウだったのかな、あんま感じ、そうそう、だからびっくりした、なんでそんなこと言われんのかなってね、でも分かりにくいよね、なんかでもね、隠してた、隠してるし、うん、なんつうんかな、あるスイッチが入ったらって出てくるやつ、あの、ここまでやられたら、うん、あこれ言っていいんだなみたいに出ちゃうやつだったんでね、うん、だから結構みんなでもそんなよね、あのうまいことこう隠しているから押し込めて、うん、いや別になんだろうな、それも元は愛だったっていうようなものだと思うけど、うんうん、まあそのように表現されたというか、あでもそのいろんなものあるじゃないですか、その性的な、うん、こうちゃんとこう表現できてない、うん、異性に対して、うん、うまくその自分の性エネルギーを表現できなくて、そもそも出すことすらしないってしたっていう歴史があった時に、その異性に対する憎悪が根底にあるみたいな状態の人とか、そういうものだと思う、でもそもそもはやっぱ最初に出したものがなんかうまく受け取ってもらえなかったっていう切ない経験があって、最初は可愛い小さなものだったんだけど、いつしか憎悪ぐらいの大きさに育ったっていう。みんなに憎悪っていうワードを聞かないよね。そんなことない、連発して。いやいや、ね、聞かないよね。え、それ、でも、喧嘩の時とかに出てくるでしょ、その溜まった憎悪みたいなのが。でも出してこなかったんだよね、うん、それでも出ないぐらいのところにあったってことだよね、本当にそう。でも最初、うん、玲子ちゃんと一緒になった頃ってなんか喧嘩し慣れてなかったから、うん、なんかもう、ああもうボコボコやね、仕方を知らない、仕方を知らないから激サンドバッグやてか、それはコミュニケーションだもんね、言ったら喧嘩って、うんうん、喧嘩は別に何だろうな、ね、うん、無理やり作ってるわけじゃなくて、うん、自分の中の誠実さと誠実さがねじれによってこううまく噛み合ってないのなんとか、ね、うん、その私のまっすぐとあなたのまっすぐがちゃんと出会うための真剣勝負みたいな感じだよね。で一回スーパーでなんか言い合いしてた時に、うん、自分はこう思うっていうのに対してめちゃくちゃこの自分の意見を言ってくれたんだよね、うんうん、スーパーでねそしたらすごいなんかこれが勝利だって、いやそのねその勝利っていうのは、うん、あの生命の木ってじゃないですか、うん、あのカバラのカバラのね、うん、ツリーオブライフ、あれの中で、うん、勝利ってあるんですよ、うん、あの下の栄光と勝利、栄光と勝利ってあるんですよ、うん、まあ右足を司ってる、そうそう、うん、でその勝利が感情の共有って書いてある、うん、でそれが意味が分からなかったんだけど、うん、つまり、うん、今言ったようなこと、うん、だからで普通こう出る杭になったりとか、うん、なんかこう本当に思ってることをぶちま多少理不尽、例えばね、うん、私にとって真実だけどみんなからは理不尽って思われんだろうなっていうことがあるつうじゃないですか、それを出してなかったんだけど、その時はちょっと自分的に理不尽だなって思うことを押し通した、うん、出してたわけです、うん、で貫いて玲子が最終的、最初は突っぱねてたんだけど最終的に納得、うん、心底納得したわけ、うん、その時にこうパーンってこう木が立ったわーみたいな、どっちも譲ってないわけ、うん、でも成立したけど、うん、でこれはなんか勝利って、うん、なんかそれを勝利と呼ぶ意味が分かった、あーなるほどね、でもなんか出る杭になるとかもそうじゃないですか、最初はこう叩かれるけど、うん、もう行き切ったらもう叩けないよねっていうところで、うん、それ勝利だと思う、そうだね、うん、
そこまで行けっていう応援でもあるもんね、うんうんうん、いやでもちょっと夫婦関係ってそういうとこさ、うん、なんかこう微妙にまあ間を取るたりするじゃん、うんうん、A と B やったら、うん、まあ A と B の間ぐらいをやったりするんだけど、うん、でもずっと間でもなんかこう納得してない部分があって、うんうん、ここのなぜこのズレがあるのかっていうのを少し追求してもいいもんね、うん、あと自分の気持ち、うん、俺は B だとどうしても思うとか、うんうん、ね、なんでお前 A 選ぶんだよこのバカタレみたいな、わかる、うんうん、湧き上がる。いや私も今もうすごい咳がもうだいぶ止まったんだけど、うん、すごくて、うん、この辺からこうもう突き上げて上がってくるんだけど、うんうん、そしたらなんか、うん、ある日もう夜寝てたら、うん、もうぐわーってなんか来て、うん、そしたら出てきたのがヤクザな知恵みたいな。あれ前エジプトの時もまた。ですよね。あのそもそもヤクザですよねみたいな感じはある。すごいもうみたいな感じでもう自分に言ってくるわけ。うん、ヤクザな。うん、でもぐわってガチ喧嘩を自分の中でしてるんだ。してる。すごい。めちゃ。うん、すごい、うんうん、で出てるよね、うん、出てきた、でもずれ、うんうんうん、だからもうこの咳と一緒に、うん、でもそれがもう、うんうんうん、出てきてる、うんうん、俺はもうね、この間足が腫れて、うん、ここ足が腫れて、うん、でここに穴開いて、うん、穴が開くんやで、どう腫れて腫れて勝手に穴が傷跡がこういっぱいみたいな、おー、そっから海が出る、うっ、おい赤い海みたいな、うん、あれは象だったのかみたいな、何だったんだろうね、嫉妬妬みってシャーマンは言う、あ、右足、足、あ、両足、あ、両足出た、両足、嫉妬か、うん、嫉妬出せないんやな、出せてなかったやな、羨ましいっていう、羨ましいって言えないよ、ね、ある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 よ、あるよ、それをなんか羨ましいのになんかどこをどう変えたか、なんか怒りとかそっちに変えちゃうじゃん、妬みって、うんうんうん、人のもあるけどね、あの人からの、人からの足首にかこう、あ、つかまれ、なるほどね、そうそうそう、そうか、でもまあ本当に俺の妬みを自分にあるっていうのを認めるのが結構難しかったから、うんうん、妬みっていう感情が一番やっぱり、うん、やけん杖とかが嫉妬するとめっちゃ怒るわけ、それはやめてくれみたいな、俺の嫉妬心をこうざわつかせるなみたいな、まあもちろん怒ってる、嫉妬すんなよとかそういう風に怒ってんだけど、もちろんそれは自分へのメッセージや、鏡だよね、うん、霊子的にはなんか最近出てきたものとかあるの？いやもうなんか本当に踊り一筋に突き進んでる感じで、うん、でも今回4月8日に踊ったので、うん、もう本当にこの中のそういう全部を、うん、わーって発射したよね、発射したでもやっぱ踊れば踊るほどそういう骨にこびりついた、うんうん、あのそういう出せてなかったものがどんどん出るから、うん、体軽い、うんうん、そっか、もう舞台でねそのそう出てくるんだ、うん、舞台で出た？あ、舞台で、うん、舞台で出る、うん、でもうなんか全部さらけ出しだから、うんね、それを人から見られてることがやっぱ大事じゃないと出せない、うんうん、出せない、うん、そこまでは、うんうんうん、でもさ、なんか面白いなって思ったの舞台で、うん、あのリハーサルの時にさ、僕しか見てなくてさ、なんか全然踊りが生まれなかったんだよね、うん、要はなんかエネルギーの圧が足りなくて、うん、滑った感じ、何にもつながらない、何もない、うん、場に何もない、うん、
でも本番ってお客さんが良くも悪くもなんかなんていうかな、うん、光も闇も持ってくるじゃん、うん、いろんなコンディションが来るから、うん、そうすると場にさ掴むものがいっぱいあるわけ、うん、いっぱいある。だからそれから踊りがもういっぱい生まれるわけよ。平均化やん。で持ってきてくれたものが光であれ闇であれ、うん、踊りが生まれたら、うん、それでダンサーは舞台の上で助かってるわけだ、うんうん、もし生まれなかったら死なんだよね、うんうん、だけどなんとか掴み続けることで1時間助かってるっていう、うん、つまり生き延びてるってことが、うん、なんかすごいこう大事なことだなと思ってて、それがいいものか悪いものかじゃない。そうそうそう。まあ狂気の極みって言ってもらえて、うんうん、そのみたいカオスの極み。カオスカオスだよ。まあ狂気の極み。でもやっぱ狂気の表現がやっぱり、うん、本質にやっぱ、うん、破壊芝野とエネルギーとか不動明の感じとかがやっぱこの魂の要素にある、うん、星回りとかそういうのも含めて、うんうん、含めてね、うんうんうん、狂気の女、その一番狂気の写真がすごいみんな人気であれねあれ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 何こんなレイコちゃんいつものやつやってよって言ったらあの時のあれだよあれ僕に向けてたでしょっていう出せちゃうあのあもう鬼みたいな鬼だよねそうそう青いね目隠ししてたんだけど、うん、あそう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 すごい狂気憎悪嫉妬ヤクザそれがレインボーシャワーヤクザっていうか怒り怒りね怒り、妬み、憎悪、狂気すごいそれもそれもなんか、なんか結構そっち系もやれちゃうんだよね、うんうんうん、あの、なんて言うんだろうこっちだけじゃなくっていうところも結構大切にしている4人だと思うんだよね、うんうんうん、この陰の部分の表現とかね、うんうん、でこのね少しデトックスできた4人が今度夏至に剣山でリトリートやりますレイあねあのライスシャワーズとレインボーあじゃあエッセンスシャワーズが合わさるとレインボーシャワーズっていうね、はい、なのでまあ詳しくはねまた後々こし、うん、あの告知するんだけど、うん、まあもうやるってことはね、うんはい、もう何が出るかもう、ね、もうでもテーマ出ちゃってテーマもう、うん、出せてないもの出そうみたいなもうなんかちょっと狂気な感じがやっぱねどことなく出てくる四方向全員4方向全員受け止めますよって受け止めるよなんかえでも結局そこで出力変わるよね、うん、まさにその、うん、自分のも認めてない妬みとか憎悪、うん、とか認めちゃったらまた出力が上がるそういうことそういうことっていうことだよね、うん、自分を止めてるものでもあるんだよねそういうことそういうこと、ね、でも結局そこ止めると全体止めちゃうんねいやじゃあそれをね、うん、まあボディだったり、うん、あの夜の語りだったり、ねうんね、いろんなところでね、うん、あの出してそして、まあ、剣山っていうね、うん、剣だもんね、まあそれ本当にもう、うん、あの今度告知していくんで、でちなみに2人は YouTube とかはやってないか、あ一応番あれ作ってはいい、でもTV ライスシャワーズ TV あるのあるよね、うん、何も告知で、いやでもそっちは起動はしてないね、うん、使ってない、使ってないね、ほぼ使ってないね、何個かあげてるけど、うん、あの車の中でただうちらが語ってるやつね。あいいよ、うん。あるよね。うん、まあちょっと。千人。千人そうや。そうだ。こう千人昨日ね行って。おめでとうございます。ありがとうございます。もう
ね、2人にはもう超初期の頃にね、あの出てもらって、うんうんうん、あれから何年か、あ、そうか、すごいね。そうそう、あれも一応エッセンシャーズ TV だからね。そう、いや、すごい、嬉しい。じゃあ2人の、じゃあライスシャーズ TV は概要欄に貼り付ければちょっと起動しだす。そう、なんだっけ、絶対気になってるぐらいが楽しい。うん、弱小チャンネルです。弱小というか。うん、でもなんかいいかも。なんか、え、だってめっちゃ喋らせた方がよくない？うん、そうそうそう、もっと喋りたいと思う。うん、うん、その欲を隠してる。そう。じゃあやろうみたいな。うん、で、2人絶対おもろいし。うん、見る、うん、2人の夫婦喧嘩とかも、うん、あのライブでやってますし。うん。そうだね。喧嘩をね。うん。やっぱこの、両夫婦で共通してるのはガチ。そこは手抜かないよね。リアルガチっていうのは手抜かないよね。うんうんうん、人前だから夫婦喧嘩やめるとかない。ないよね、うん、いや、ちょ、楽しみやね。ということで、もうあっという間だね、ギシなら、ね、うん、そうね、うん、じゃあということで、はい、いいですか。はい、はい、じゃあありがとうございました。ナイスシャワーズのお二人でした。ありがとうございました。え？